チェロ競争曲第1番波長長方冒険バイイブ1はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1765年から1767年頃に作曲したチェロ競争曲である。ハイドンは全部で6曲のチェロ競争曲を作曲したと言われているが、第3番とと単調は紛失し、第4番と第5番は偽作とされているため、ハイドンの新作とされているチェロ競争曲は 第2番とこの曲のみである。この第1番は、ハイドンと共に、ニコラウス・エステルハー事項に仕えていたチェリストの、ヨーゼフ・フランツ・バイグルのために作曲された。この曲は、リトルネロ形式や単調な伴奏音景など、多くの点で、バロック式の競争曲の名残が見られるが、両端楽章が快速なソナタ形式で書かれているなど、バロックと古典派の融合を図った初期のハイドンの、 創作意欲が現れた作品である。楽譜は長い間失われていたが、1961年にプラハで筆者譜が発見され、1962年にミロシュ・サードロのチェロにより復活初演された。1966年には平井竹一郎のチェロにより日本初演が行われた。独創チェロ、大ーボエに、ホルンに、言語部これは、 筆者譜に基づいた出版譜に記されている編成。自筆譜が散逸しているため、正確なオリジナル編成はわからない。この作品も、自筆譜が現存している、チェロ競奏曲第2番と同じく、独創チェロ以外のチェロは全く存在しない。通奏低音が用いられることは考えられないが、誤った交渉でチェンバロなどの鍵盤楽器が挿入された演奏はしばしば見受けられる。 独奏チェロ以外の弦楽器奏者は複数でも構わない。第2楽章でオーボエとホルンをカットして音色を整えていることからオーボエにホルンにバイオリン1バイオリンにビオラ独奏チェロビオローネの9人編成である可能性は高く第2番と同じく第2楽章でビオローネをカットしている可能性もある全3楽章の構成演奏時間は 約25分。出版符に記されている、編成のままで、独創に、チェロではなく、フリューゲルホルンを用いて、モダン楽器で伴奏した例が20世紀から盛んであり、学習過程で経験する、フリューゲルホルン奏者は多い。定期演奏会の曲目にも普通に現れる。ありがとうございます。